母ちゃん散歩、散歩行ってらっしゃい。降参会、散歩行きません、降参会。はい、行ってらっしゃい、母ちゃん。散歩だよ。ね、はい、行ってらっしゃい。はい、あ、お利口さんです。ね。はい。母ちゃん、はい、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。はい。はい。はい、お利口さん。はい、行ってらっしゃい。はい。小春、はい、行ってらっしゃい。はい。はい、行ってらっしゃい。はい。はい。小春、はい、お利口。はい。あら。行かないの？小葉ちゃん。はい。あ、お利口さん。はい、お利口さん。はい。はい。行ってらっしゃい。はい。はい。はい。やばい、12時54分だ。コハちゃんもだるそうです。うわー、どうしよう。朝より晴れてきました。これからやっちゃいます、いろいろ。サラくん、しっこ行ってくるか、まず先に。ね、ちょっとコハルは今生理中だからね、散歩きついかな。いやー、やばい、もう1時だって。早くない？ちょっとやっちゃうわ。頑張って、いろいろと。やばい。だらだらしすぎた。っていうことで、見てください。ズームしすぎた。
皆さんやっほー、これから茶碗洗いを頑張っちゃいたいと思います。それではスタート、頑張るか。今日はすごく暑いです。いつも暑いと言ってるんですけども、今日はとにかく暑い。もうね、体感温度が iPhone の気温で27度になってました。やっちゃいます、頑張ります。そしてひろみさん、ご質問いただいてて、ね、お答えできてなかったんですけども、すいません。ですね、ゆみの対策は、紫外線の対策は、もうね、ただ帽子をかぶって、あと UV ケアをしてる感じかなみたいな、そんな感じですね。で、日傘とかはどうでしょうかね、ひろみさんね。グラさんよりかは日傘の方がね、邪魔くさいかな、どうなのかなね、人によって違いますからね。なんかね、そう、私は UV カットとあと帽子だけで済ませてます。そうね、他の皆さんもね、いろんなご質問いただいてありがとうございます。そういえば今日さ、ニノの誕生日、そう、とか思って、そう。
こういうのに会いたいなと思っちゃってるよ最近。なので小春と空の散歩もね、今行ったらさすごい暑そうなので、終わった、終わりましたそう、暑いと思うので、今ねあんまり暑い時間帯には連れてってはいないですよね。もうただね、空がおしっこ漏らしそうな時は連れてってます。かわいそう、暑いのかわいそうですよね。なんか、以上、終わった。皆さん乾杯。よいしょ。濡れちゃった濡れちゃった、あらら、まあいいかね、まあいいや、もう前髪切りすぎたし最悪。今日は暑かったのでエプロンしませんでした。ということで、また皆さん来週よろしくお願いいたします。それじゃあね、おやすみなさい。ってまだお休みじゃない時間帯なんですけど、なんか変な感じがする。それじゃあね、またね。またねー。